じゃあ今日はホストの格闘技イベントの宴が開催されます。で、今ラウンドガールは早めに自習をしてヘアセットしたり衣装着替えたりリハーサルしたりとかあるので、ちょっと初めてのラウンドガールの裏側密着動画を撮っていきたいと思います。それでは、おはようございます。おはようございます。すげえ変な話してたよ。それは何？あ、写真。YouTube。あ、YouTube。後ろ止まんない。はい、後ろ止まんない。ここでかすぎて。そうセナ先生。はい私がセナ先生です。かわいいよねそれ。安いコンピレクトしてる。あ、あれ初教徒なんでしょ。え、そう、うん、行った行った行った。どうだった。縁切った。切れた。本当に本当に。そんなに強力なの、うん、家帰ってからね、家電とか車とかいろんなものが壊れてきた。え、怖っテレビ壊れて、車も壊れて、洗濯機壊れて。なんで壊れるの？急に壊れるんですか？急に。家、旅行行く前は壊れなかったけど、旅行帰ってきてから1ヶ月以内に全部急に割れんの。テレビの画面が半分カラーで半分モノクロになって。怖すぎ。洗濯機は急に使えなくなって。誰と縁切ったの聞いたかったんだ。聞いたくて言ったんや。これで切れたら本当にいらないんだろうなと思ったら、マジで書いたの、ちゃんと札に。細かく書かないとなんかさ、関係ない人が死んじゃったりするらしいね。あ、そうなんだ。めっちゃ調べたの。来てる人たちが書いてあるお札を読み上げたくて、うん、やばいね。やばいらしいじゃん。不倫相手のなんちゃらとか超書いてある。めっちゃ怖い。食べちゃった美味しかった OK 帰る。今度あれ、アイカリマ行ける。アイカリマ何する。ちょっとみんな、うなぎはやっぱりニョロニョロが好き。さばいたうなぎに興味ゼロ。ダメじゃん。ダメじゃん。でも、あいかりんはうなぎよりキノコ派とか言う。毒キノコ、毒キノコ。あ、そうそう。毒キノコくれ。毒キノコ、毒キノコ、毒キノコ、毒キノコ。よろしくよろしくよろしくせーマイク2本上げとくからね。で、サラちゃんがいい方な、まこちゃんいい方な。あー、手厳しい。でも、手厳しい、手厳しい。それじゃもう、アイカニはずっとアイカニ横で、みんなこんな感じでした。アイカニはキノコ探してる。アイカニ毒キノコ探してる。もうずっと毒キノコ探してる。1日もううなぎどっか行っちゃってるから。でも買い物なんです。そう。でまこちゃんはあいかにいつまでキノコ探してるんだよ。買い物にならねえよ。毒キノコってまたやるから、そしたらみんなで2回目毒キノコと一緒にやってたら、やって。これもみんなで毒キノコ。あいかにはずっとスコ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 ってキノコスコスコ。可愛らしくかっこよく。あ、こう前行って。そう、前行って、またいつもので。誰かにも今日は一生毒キノコ。はい。うなぎなのに毒キノコだから。まさかこんなに打ち合わせしてると思わない。わぁ、見て。キノコー。見かちゃった毒キノコ。わぁ、見て。何？毒キノコ。毒キノコ、毒キノコ。ずっとキノコ探してるじゃん。毒キノコ。あ、もういいか。何回やるかによるよね。じゃあ、リハーサル行ってきます。行ってきます。